ボルタになります。どうでしょうか。これはめちゃくちゃ面白いですね。だってめちゃくちゃかっこいいですよね、これ。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。アーマードポリスメタルジャックより、アーマードポリスシリーズシャドウジャックアーマーです。それでは見ていきましょう。ということで、こちらメタルジャックは、このおもちゃは宝が販売していて、でアニメはサンライズが制作して、1991年にテレビ東京系列で放映されておりました。で過去にこのメタルジャックのね動画もたくさん出してるので見てみてください。で今回はこのシャドウジャックアーマーですね。これがもうすごくて、クオリティが結構変形も凝ってるんで、そのメタルジャックの中だと結構人気のおもちゃなんじゃないかなと思いますね。はい、上がこんな感じです。そして横がこう、そして反対側がこうなってます。で裏がこんな感じになっております。で今回のパイロットは本名年齢不明で、結構これがまあ不明な感じで、そのアニメの劇中でまあ結局このシャドウジャックアーマー何者なのかっていうのがね、明かされていくっていう感じになっております。確かなんか軍事用の何かとかだった気がしますね。でスーツ&アーマーの色は鋼の黒らしいですね。それでは早速開けていきましょう。これね、見えると思うんですけど、このウィンドウがあって、これね白い部分結構ね黄ばんでるんですよね。これ新品未開封で買ったんですけど、その最初からもう黄ばんじゃってましたね。まあしょうがないですね、これは。はい、中身がこうなってまして、でこちら、はい、取り出していきましょう。中身を取り出すと、シャドウジャック本体とジャックアーマーと武器と説明書が入っております。でこの説明書は開くとこのような感じで、ジャックアーマーと、シャドウジャックの合体のさせ方とボルターへの変形のさせ方が載っています。それでは早速見ていきましょう。でまずはこちらのアーマーですね。これをロボットに変形させていきましょう。これ単体でねロボットに変形するんですよね。でこれの合体というかがめちゃくちゃ面白いんですよね。まずはこの、はい、腕を若干横に開いておきます。そしたら次ここの前の部分ですね、このスカートの部分を、はい、開く。で次この頭を下にグッとこのように、はい、入れます。でこのように、まあ、収納できるんですよね。そしたらここの肘をグッと曲げます。でこれをくるっと回転させると、そうするとまた違った頭部が現れるんですよね。で、はい、ここの腕だった部分ですね、これをくるっと回転させて、ここの突起の部分にこっちの穴をパチッとね差し込みます。はい、反対側もここにこれ差し込むと、でここの、はい、腕だった部分の下の部分から、なんと今度はこの新しい腕がね出てくるっていう、これ面白いですよね。ここの腕の角度とかもねうまく考えられてていいなと思います。でそうするとここにクリアランスができるので、さっきの腕だった部分ですね、拳を収納すると、でそしたらここのさっきのスカートだった部分をこのようにパタッと折りたたみます。で、はい、ここの部分ですね、これをグッと上に、はい、持っていきます。反対側もグッと持っていく。はい、でこれで上半身完成になります。で下半身ですね、この下半身もくるっと回転させます。この回転が面白いですよね。でこっち向きですね。でこのさっきこう膝パーツだった部分を折ると、なんとこうつま先になるというね、このひっくり返して別のものに見立てるっていうのがめちゃくちゃこれは面白いですね。でここの、はい、腰の部分に結構これがね固めですね。反対側も取り付けるんですけど、こうグッとねやります。でちゃんと密着するんですよ。これまだ、はい、まだちょっと浮いてますね。グッとバチッとなるまで、はい、
ここまでやります。でこうしたらこの武器をこの手に持たせます。このように、はい。でこれでボルターになります。どうでしょうか。これはめちゃくちゃ面白いですね。うん。で今までってこれ素体と乗り物だったんですけど、今回はこの合体する前の状態でも単体でロボットになってるっていうのがね、さらにめちゃくちゃ面白いんじゃないかなと思いますね。合体方法も面白いし、この色もいいですよね。うん。そのパワードスーツの状態だと黒が多いんですけど、このボルターの状態だとこのオレンジとか白っていうのが結構全面的に強調されてくるっていうね、うん、それが面白いなと思います。それでは次はこっちのシャドウジャック見ていきたいと思います。シャドウジャックの見た目はこういう感じになっております。この頭部以外は一緒ですね。うん。で目が赤くて黒く、あと体が黒いのでちょっと悪者っぽくね見えますよね。うん。で、はい、それでは早速この2つシャドウジャックとボルターを合体させていきたいと思います。それではまずはこっちのシャドウジャックを合体準備状態にしていきたいと思います。で合体準備状態は全て同じなので、はい、この腕の部分をくるっと回転させて肘をこのように畳むと、でこの肩を後ろに持っていきます。はい。でこのシャドウジャックアーマーの部分はこの拳ですね、これをちょっとここ開いてあげると合体させやすいみたいですね。でこれで合体準備状態が完了になります。でこっちの次ボルターやっていきます。まずは武器を取り外す。で武器を取り外したら次は足ですね。これが結構きついので、うん、壊さないようにうまく取り外せるといいですね。うん、結構きついので本当に、はい、うまくバチッと、はい、こういう感じで取り外します。反対側も、はい、こうやって取り外します。でそしたらさっきはこうだった足の向きが今度はこっち向きになります。上下がね逆になるんですよね。でこうかかとをこのようにやって、でさっきつま先だった部分が今度は膝になります。でここパカッと開いてあげます。反対側もこのようにパカッと開いてあげると、でこの足の中にこの、ね、シャドウジャックをこうやって入れてあげて、でここの後ろのふくらはぎの部分とこの前の膝の部分にこのね取り付ける部分があるので、これを2つともうまくギュッと合わせてあげると、はい、これで足がしっかりと固定されます。反対側もギュッと入れて、で入れてから前と後ろでギュッと挟み込んであげると、はい、これで足は OK ですね。それでは次上半身やっていきます。上半身はまずはここ、はい、腰になる部分を一回開いてあげて、でここの、はい、拳を開く。でここの隙間にこの腕を収納、反対側も腕を収納してあげます。でそしたらくるっと回転させてあげて、でここ腕が固定されているのでパカッと開いてあげます。で肩を、はい、このように戻すと、反対側もここをロックを外して肩を戻す。でそしたらここの頭の部分ですね、これをグッと引き上げてあげて、はい、で後ろですね、ここ開いて、でここの空間にこのシャドウジャックを入れていきます。で ここ結構ね、はい、なんかうまくクリアランスをね見極めてこうカチャッと入れます。でそしたらこの腰の部分をここでまた固定してあげて、そしたらここの、はい、蓋を閉めます。で、まあ、こういう感じになりまして、で最後この武器ですね、これを、はい、さっき足がついていたこの穴ですねに取り付けると、これも結構硬いです。はい、ガチッと、反対側もガチッと、はい、はめると、これでメタルファイターシャドウジャックになります。どうでしょうか。
うん、なんかこれ劇中でこの合体した時にメタルファイターシャドウジャークって言ってましたね、うん、他のやつもメタルファイター何々ジャークって言ってました。はい、でこういう感じになってめちゃくちゃかっこいいですよねこれ。いやこの黒と、うん、このオレンジっていうのがめちゃくちゃいいのと、あとこの肩についてるこのね武器、この重厚感、うん、めちゃくちゃいいですね。そして顔もねかっこいいんですよね。この角みたいなのが一本ガッて後ろに伸びてたりとか、うん、いやこれはめちゃくちゃいいですね、うん、それでは他のジャックアーマーと並べてみたいと思います。まずはレッドジャックアーマーがこんな感じで、次シルバージャックアーマー、そしてブルージャックアーマーがこんな感じになっております。どうでしょうか。いやどれもかっこいいですね、うん、でこう見比べるとやっぱシャドウジャックアーマーが結構こう完成度が高いというか、個人的にはめちゃくちゃかっこよく見えますね、うん、でもシャドウジャックアーマーだけメッキが使われてないんですよね、うん、この3つと違って、うん、まあ、なんですけどめちゃくちゃこれはかっこいいですね。ということで今回のシャドウジャックアーマーのレビューいかがだったでしょうか。いやこれはね合体前もロボットになるし、合体してからもめちゃくちゃかっこいい、また印象が違うロボットになるっていうので、めちゃくちゃプレイバリュー高いですね今回も、うん、で見た目が個人的にはもうドストライクですねこれは、うん、でメッキがないので、まあ、剥げる心配もないっていうのも遊びやすさの一つなのかなと思います。ということで気になった方はぜひ探してみてはいかがでしょうか。今回の動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。